ございます。茨城県本部主催の新春の集いに、公私ともにご対応のところ、橋本じいさんをはじめ、県会入党自由民主党から代表、そして、県会多数の方々、また県の各界からも大勢の皆様にご参加を賜りまして、心から厚く感謝と御礼申し上げます。本当に皆さんありがとうございました。昨年の総選挙、そして昨年の参議院選挙を通じて、先ほどご紹介申し上げました若手の気鋭の議員を誕生させることができました。それぞれの分野で今力いっぱい戦いを繰り広げ、そして昨年の参議院選挙で通った方は、昨日から始まりました国会、これが初挑戦ということになります。皆様の声をしっかりと受け止めて、そして、この社会の実情をこの目でしっかり確かめた上で、これまでの蓄えた見識を生かして、論戦に挑んでまいりたいと思います。連立政権発足1年を経て、我々の政権行為で、掲げた項目、優先順位をつけて、そして取り組んでまいりました。まさに経済再生、被災地の復興のスピードアップ、これが最優先課題であります。アベノミクスに象徴されるように大胆な金融緩和、そして、機動的な財政出動、さらにはこの民間の力を引き出す成長戦略を打ち出してきたわけであります。最近の政府の発表、日銀の報告、いずれを見ても景気回復という言葉が鮮明に現れるようになりました。これから大事なことは、この株高やあるいは円安で、蓄えられた企業の収益を働く皆さんに賃金として、還元する、あるいは雇用を増やして、働く場を増大させていく、これらを通じて新しい消費を引き出す、そしてそれがまた次の生産に結びつくという経済の好ましい循環を作り出すということが、この1年我々の政権の大きな課題となります。そして4月には消費税が引き上げられるわけでありますが、もとより社会保障の維持強化のために行うわけでありますから、この年金や医療や介護、さらに子育てといった分野について、充実をさせていかなければなりません。特にセーフティーネットの機能を強めている、そして低所得者に配慮しながら負担と給付のバランスとメリハリをつけていく、こういう方向性を見出していきたいと思います。こうした大きな国民の皆さんの関心の高いテーマ、その優先順位をしっかり整えて当たっていかなければなりません。また外交の面でも近隣諸国との関係、特に中国韓国とはなかなかうまくいかないところがあります。前政権から関係が悪化して、それをこの1年間我々の取り組みだけで挽回しきれていないという点は率直に認めなければなりません。しかし、こういう状況を今年こそは改善し、そして首脳会談を実現させるように最大限の努力をしてまいりたいと思います。中国とは我が党は長い間の友好関係がありました。やはり、この相互依存というのはお互いに非常に強い関係になっているわけであります。そして、互恵の精神で取り組むということは条約にも明記された崇高な精神であります。それを実質的に実現するためには、やはり対話の努力、そして人々の官民挙げての交流、これを拡大させていく以外にありません。たとえ政府同士がなかなか摩擦が起きたとしてもですね、政党やあるいは個々の議員さんやあるいは民間の諸団体の方々、そういう方々の対話と交流の積み重ねによって、私は必ずや、いい時代を切り開くことができる、こう確信をいたしております。韓国も同様であります。昨年いい雰囲気ができたんです。日韓議員連盟、今日は中川先生でいらっしゃいます日韓議員連盟の会長、そして、議員の交流が深まりました。いよいよという時でしたけど、ちょっと誤解が悪くなりましたけど、やはりここも議員外交の出番だとこのように思っております。自由民主党の皆さん、そして公明党の我々、力を合わせて努力をしてまいりたいと思います。私はこの議
戸でやるにしても、つくばでやるにしても、やっぱり私自身のふるさとでありますから、とりわけ、平らな気持ちで、そして意欲が湧いてくる、そういうふるさとの集いに来させていただいて、本当に嬉しい思いでいっぱいであります。この間、年の初めにインドに参りました。先ほどご紹介した岡本光成議員さんと一緒に行ってまいりました。日本とインドの関係はこの10年代非常に強くなっております。成田から飛び立つ時、振り返ってみると広がる大地、関東平野の真ん中にね、そびえ立つ堂々たる筑波の峰、そして、水をたたえた霞ヶ浦や北浦、昼間も見えます。そして、遠くには阿武隈の峰々も見える。そうしたこの茨城の大地こそ活力にあふれ、そして、潜在力を持ち、本当に素晴らしい土地だ。改めてふるさとに誇りを持った次第です。今日の公明新聞の記事をご覧になった方いらっしゃるでしょうか。はい、3面に茨城がフィルムコミッション、つまり映画の撮影場所として茨城県を使っていただく、そのためには県内いろいろなサポートの基盤を作ろう、これは2002年からこの組織を立ち上げて努力してきた。もう全国で一番撮影場所に使われているというのはこの茨城県だということが報道されております。ある県の人はですね、自分の県にも映画を誘致したいなと誇らしげに語った時がありました。もう1年か2年前のことです。橋本知事さんにそのことを報告したら10年遅いよと、ね、茨城はもうとっくにそれを整えてやってきたんだと、まあ、そういう自信にあふれる言葉を伺いました。どうぞ公明新聞ご購読いただいて、その記事も含めて、ご覧いただければありがたいと思います。宣伝はこれくらいにして、今年こそこの経済の好循環を生み出して、そして、本県が日本に先駆けて大きく発展をし、皆様が広く活躍することをお祈り申し上げる次第であります。ここに書いてありますが、今年は公明党にとりまして50周年党を作って50周年という大きな節目です。安倍総理は先般風雪に耐えたこの自民党公明党の歴史、そしてそれを踏まえた連立の関係、これは大事にしていかなければなりませんということをおっしゃいました。先輩の苦労の中で、そして、党員支持者の皆さんにお支えいただいたその歴史をしっかりと私たちは胸に抱きしめて、これからのこの日本に、そして、世界に役に立つ公明党を作ってまいりたいと思います。皆様の一層のご活躍を改めてお祈り申し上げまして、御礼のご挨拶とさせていただきます。おめでとうございました。ありがとうございました。